でもドキドキします。なんだか素敵な予感が。生きてる。おはようございます。牛乳かけちゃったのは俺だけど。何か着るものを。ちょっと待って、洗ってあるやつ。いえ、とんでもありません。私の方こそ本当にごめんなさい。ご挨拶が遅れました。私改めて見るとめちゃめちゃ顔。あなたのお名前は。あ、とても優しいんですね。こんなに心の清らかな方に。ではこのお部屋一つが慎太郎様の。いい子っぽいけどなんかずれてる。何かしてほしいことはありませんか。ちょっと待って、距離感がおかしい。そうですか、残念です。でお推進をさせてください。私、お礼がないです。ではせめてお片付けは。やめてください。ダメです。神様はおっしゃっています。自分を愛するように。心配ないよ、仲良く寝てることもある。慎太郎様は本当に優しい方ですね。近く。いえいえいえ、天界です。出遅れました。天使のトワと申します。天使です。するとヤバい壺だの謎の水だのかわされるや。何分地上は初めてなので。だからご相談なのですが。あ、着替えて着替えて。でも私お世話になりました。慎太郎様に誘ってくださった。とても親切な方です。どうしたもこうしたもないよ。慎太郎様、よかった、本当によかったです。すみません、お砂糖もたっぷり入れました。ないとダメです。安してください。よかったです、たくさん食べて。はい、でもよろしいのですか。慎太郎様、落ち着いて落ち着いて。間違いなくいい子だ、多分。飛びましたから、天使ですから。このパン、シールを集めるとお皿がもらえる。ごめんなさい、興奮するとつい。地上でのお作法は全部。そうですね、神様、人間を幸せにするのも天使のお仕事です。何するんでしょうか。多分神様はそういうことを勉強いただきます。ありがとうございます。もうお熱はありませんか。待った待った待った。よかったら浮かせましょうか。羽は出ますけど。かわいい。昨日ベランダに。部は慎太郎様のお家にあったから。ありがとうございます。その見ず知らずの私を家に置いて、私は慎太郎様に何をしてさ。慎太郎様、私必ず慎太郎。お洋服、いや慎太郎様と一緒でしたから。慎太郎様、これわー、ありがとうございます。結構楽しかったかも。あと一つ輝いて、熱に浸い